最終戦ですよ、最終戦。皆さん、俺逃亡できるかと思ったら最後の最後までできませんでした、先の回。しかし今回は違います。僕はマキシマムエルボー、全然逃げることに関係ない言葉を言ったけど頑張りますよ。最後暗闇バトルですよ。怖いな怖いな。これどうしようどうしよう。とりあえず、あ、やばい、俺やばいところ来た、やばいところ来ちゃった。待ってよ、視聴者さん的にはちょっとこの戦い方もありかもしれないな。刹那圭介はクローゼットにかけてたけしの気分を味わうことにしたよ、バカだね。あ、ガチャ言うた、今ガチャ言うた、ガチャ言うた、来るかもしれないぞ、僕のところ来るかもしれないぞ。来ないな逃亡者の方だったが、よかったよかった。スペクタクルな、ちょっと緊張感が素晴らしい。あ、よし、あら、豆さん、また会いましたね。いやー、また会いましたね、すっげー運命ですかね。運命ですね、これは。今日、豆さんとの遭遇率多いですね。なんでブーちょっと俺、アルゴに書きようと思ったら、豆さんも一緒でしたか。なるほど。ちょっと俺、挑戦しておるよ。お、マジで、あのさ、たけし状態、今。たけしの特殊状態にしておけんね。マジか。マナーモードたけしか。そう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 。もうロッカーだったかな。ちゃうな。まあいいや、そこに入ってさ、そこにあえて入ってさ、頑張ってみようよ、ところ。ニコンさんとツナカンさんですよ。もう敵はもう目ギラギラさせてる人ですよ。だからあえてね、いなさそうなところにおるという、俺の逆転的、短絡的発想。いや、アルゴ君、私たちもね、今。え、似たようなこと？あのね、1階の階段の下あるやん。あの1階から2階に上がる階段あるやん。あの、青いとこかな。そう、あ、ちゃう。あ、真ん中のやつ。そうそう、あの、入り口入ってすぐそこのやつ。はいはい。あっこの下に隠れてたら、ツナが前を取ってった。やったじゃん。いや、マジやったじゃん。焦った。気づかないもんだね、ここ。結構いけるね。そろそろ、そろそろやばいね。何分かな。いい、結構やられてる、さすが2人。マジで、はい、カレハさん、フーハヤさん、リンさん、ケンさん、ブーストさん、リネさん、アカネ。うわ、さすがの2人だわ。めっちゃやられてるやん。動いた方がいいかな。参加者数が多いと思う。いや、私は、イモル。うん、めっちゃ歩き回ってる、びっくり。俺もイモリチャレンジ。イモリチャレンジ。イモリやけど、まだイモの中でもちょっと丸見えないイモリしておけんで。あ、えあ、あ、あ、ツナカンだ。終わった。ツナカンだ。大丈夫かい？ツナカンだ。死んだ。死んだ。ごめん、アルゴくん。私の判断ミスだわ。完全なる。いいよ。あ、なんか近くで切られる、落としおる。一回クリアできたってことがすごかった。それで切られる落としたよ、今。俺やばいじゃないの。マジで危な。さつけさんに似てる人切られた。ああ、おったな、そういや。名前忘れたな。ああ、もう、なんで変換がもういいや。怖いよ、アルゴ。僕怖いよ。ドキドキ。あ、アルゴおらんのだった、そうだそうだ。豆さんだった、豆さん。で、私は死んだので落ちないといけないのか。え、やられた。やられた。うそー。僕墓地じゃん。いいよ、僕墓地でいるよ。バイバイ。バイバイ。頑張ります。頑張ってよ、ふずけさん。天の声。天の声や。今のアルゴの声は天の声や。あいつは先に行っちまったからな。先行ったから。これも怖いよ、だって、ほんと。もう死んだから。天の声。天の声、クロマ松場所っていけるんこれ。大丈夫じゃないじゃん。スカイプ画面しか見てない。なるほどね。天の声。あれじゃったって、見なきゃいけないでしょ。
気がする。どんだけ残っとんだろう。はい、あ、出た。あ、あれ、あかねとヒヨ生き残っとる。あかね死んだ。あかねは死んでる。あ、そうなん、僕生き残ってます。おお、怖いよ俺さ、チャレンジしようよ今。おお、妹とんやけどさ、たけし状態で、うん、強いかお強い。さっき明らかにヒヨさんと重なったって。あー、一人また殺された、ね、ヒヨコさん死んだ通知なかったよね。ヒヨコ通知ないだよね。え、ニコさん何、どういうつもり。え、ヒヨコ死んだん。違う、死んでないけどね、ニコさんがね、一回来て、うん、若干キャラ重なったのに、うん、何もせずに去ってった。あー、見つかった、僕見つかった。あー、中にありました。嘘だろ、どこえ、どこにいる。たけしじゃないの。あ、そっか、たけしの部屋。あ、もう話聞けてないじゃあお疲れ。うちうち、はいはい、どうもどうもです。お初にお目にかかります、切なけいすけです。どうも、こんにちは。もう興味本位で俺とスキンが似ているような配色してるので、はい、興味本位でかけさせていただきました。ありがとうございます。ご失礼なことをしてすみませんいえ。ね、なんでかけたかって言ったらですね、はい、歯医者でトーク、歯医者でトーク、歯医者でトーク。実はカメラ回ってます。え、マジっすか。おお、すいません、リアクションが失礼なことをちょっと知れないで。マジっすか。第4回歯医者でトーク、初見な方なんですけど、ことぶきさんですね。はい、ことぶきです。どうもどうも、すいませんね、初見でちょっと失礼な方ことして、もう勝手に通話かけて、それでかつカメラ回して。いやいやいや、もう理由としてはただ一つ、スキンが、ね、はい、色似てるからです。ですね。実はニコーさん、ことぶきさんのことを見て説明とか言ってましたよ。マジっすか。申し訳ないです。遠くから見たら結構間近みたい。でもあれですよね、袖の色まで似てますもん本当ね。はい、というわけでちょっと興味本位ですよ。はい、ありがとうございます。というわけでちょっとどんな感じでした今回、最後の戦いでしたけど。いや、もう本当隠れてたらいきなりね現れて殺されました。ニコーさんとツナカンさんはちょっともう熟練ですから。そうですね、やっぱりうまいですよね。ねえ、ちなみに俺ね、はいはいはい、タキシ状態でしたよ。マジっすか。中身に隠れてね、クレーズだったんですよね。はい、あ、隠れてた派ですか。うん、もうドアの隙間から見えることを承知で隠れてましたよ。実を言うと自分もですよ。マジでやりますね、タキシ状態結構やりたくなるよねなりますね。タキシ最後だからやろうかな。あ、ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっとレギュラーメンバーからの通話が来たんで、ちょっとここら辺で。はい、じゃあちょっと今回のゲスト、第4回目のゲストはことぶきさんでした。初見なのにありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。必死に逃げているうちに町に出た。化け物はもう追ってきてはいなかった。あの化け物の正体は何だったのか。タクロウたちは今も行方不明のままだ。てか、そんな奴ら最初からおらんかったけど。そんな感じで僕たちの忘れられない夏が終わった。収録したの6月だけど。
you